皆様、こんにちは。Nax です。今日の話はアメリカの軍隊ですでそう。私もずっとね、結構アメリカの軍隊批判してるよ。多様性ばっかり集中してるとか,なんか、なあの、そうですね、あの今、白人士んだったらさ、階級上がりません。黒人とか女性のみ、白人女性は上がりますよ。 だから、そういう多様性、多様性ばっかり考えてるとか、なんかね、で、機能すっごく落ちてますよ。で、今、そういう事例がありますよ。この二つの写真見ましょう。まず一つ目。そうですね、この写真が私は、あの、砲兵の方が、あの、銃を持ってて,て、その銃の上に、あの、ライフルスコープ。 スコープは何ですかそれはね、撃つ時に遠い距離に遠い距離に人を撃つとあの、この望遠鏡みたいなこういうスコープがあるそれ遠く見えるね。OK もう一つの写真見ましょう。これ現在の,あの航海バーベル・マダーブの海峡。 公開の入り口ね。で、あの、そういう循環,循環してるの、循環してるの、あの、ジョン・ S ・マッケンっていう口刊の名前ですね。これ、第七艦隊ですね。で、ジョン・ S ・マッケンは戦勝戦勝が、あの、そういうターゲットになってて、ダン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 で撃ってるんですね。しかし、何か変。このライフルスコープを見て、で、その最初の写真と比較すると、これです。逆。 逆何も見えない。ちょっと待ってよ。これ、すごい、すごい平たくそでこれ、軍艦の船長ですよ。一応、あのそれ軍艦で銃を持っててるんですよ。もしなんか、なんか敵を乗ろうとするとか、なんかそういうことあってたらとか,なんかねだから。分かってない、写真撮ってる時に。で、これは海軍の PR、PR の宣伝するのための写真。海軍頑張ってますよとか。見せようとすると。 出して、ネットでけ結構アメリカ人、自分のこと分かってる人多いんですから、あの結構批判が聞いてて、なくしました。いや、これ恥ずかしいよ。本当に恥ずかしい。で、日本もね、あの私もいろんなところ出てるけどあ、まだ日本でアメリカが守ってくれるとか、信用してる日本人多いんですよ。アメリカ完璧不可能。不可能ですよ。 はっきり不可能。私、イのアメリカ軍って、元アメリカ軍ですよ。元米海兵隊、あの海軍情報局でしたから。オッケーあの私見ると、あのベトナム戦争の最後で覚えてるんですよ。ベトナム戦争で本当にあの革命になりそうだって、アメリカ軍。もう命令の従わないとか、なんか地下の殺したりとかいろいろあったんですよ。で、それで、ね、1975年、ベトナム戦争終わったアメリカも完璧,もう,完璧もう終わりました。 そうですね。あの、まだね、15年かかったんですよ。湾岸戦争までね。あの、アメリカ軍作り直すまで。だから、もしね、もしね、あの、トランプさんが大統領選挙で、あの、当選すると、そうで、ちゃんと将軍たちを作れるんだったら、あの、結構、今の将軍たちもダメですよ。結構、左向きだからね。 あのちゃんとの軍艦を考えてる将軍入れてまた20年ぐらいかかると思いますよアメリカ軍がまだ軍隊になれるまででもアメリカ司会がいろいろ混乱で動いてますから相の時間がないと思いますよとにかく私最近の本えー、とね内戦で崩壊するアメリカ内戦で崩壊するアメリカこの最近の本であのその混乱を説明しているとかなんかねどういうふうに言っているとまだもちろん アメリカ大統領選が解決してない。それ今年の11月ですね。でも今年11月でも新しい大統領は2月あの来年の1月までしかならないんですよ。しかならないんですね。だからまだまだ何かアメリカ軍を強くするとこなんかね、まだ,まだ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 時間かかるよ。だからうち日本で自分たちを守るしかないんです。守るしかない。その意識を変えないとダメですよ。OK。で、 私は日曜日、あの、4月の14日で文京区セビッセンターで講演会します。それと、あの、16日、あの東アジア歴史文化研究会で、あの、けんあの講演会もします。あの、書記の方で書いてますから。登録してくださいね。あと、あの、ライブボタン押してくださいね。ありがとうございます。 頑張りましょう。